ちは、長野インターネット放送局と申します。こんにちは。こんばんは。どうも。から組ということで、今、はい、ここは長野の善光寺の横にあります城山公園ふれあい広場ですね。生きておりますけども、東京から来られて、こういうちょっと見慣れない小屋といいますか、その辺のところをご紹介いただけますでしょうか。我々は劇団から組と申しまして、座長から十郎が率いている、もう歴史は50年を超えましたが、赤テントと申しまして、テント小屋で芝居を打っている集団です。すみません、お名前。私は、から組の久保井健と申します。久保井さん、はい。今秘密の花園というタイトルで上演が終わりましたけれども、この内容はどんな感じになるんでしょうか。そうですね、これは座長の唐十郎が、書きました、戯曲なんですが、日暮里を舞台にしてまして。あ、そうなんですか。日暮里で、ひしゃげたアパートに暮らす夫婦のもとに、しがないサラリーマンが、毎月毎月、なぜか給料を持って現れると。そういう不思議な奇妙な男女の三角関係を描いた、話なんです。そうですね、そのテント芝居っていうね、ダイナミックさと、それは、虚構の空間が何もないこういう広場に忽然と現れて、それでその中で、まか不思議な物語が、繰り広げられる。そこにはからの書く詩的な言葉だったり、人と人の、思惑が絡み合う人間関係のドラマだったり、そういうようなものを、さじ奇跡で皆さんに十二分に楽しんでいただけるように作ってまいりました。テントにこだわる理由ってのは何かあるんでしょうか。やはり何もないところに突然現れる、そしてその一夜が幻だったのかっていうような、次の日、その次の日なんかに来てももう何もないっていうような、そういう一夜の幻想のようなものを曲の中で作り出せればいいかなというふうに思ってます。お芝居そのものがそんなような、そうですね、といった感じなんでしょうか。そういう面もありますし、人間臭い登場人物たちは、ドラマの中を縦横無尽に走り回るっていう、そういうことを戯曲で書いてますので、そういうことが楽しめる話になってるんじゃないかなと思います。なるほど。今日初日ということで、金曜日からスタートなんですけども、あと明日と、そうですね、明日明後日と、2日間上演して、おりますので、ぜひこの城山公園のふれあい広場特設赤テントに来ていただけるといいかなと思います。ありがとうございます。その後の交流会もなんかとても、そうですね、こちら普段は東京でもやってるんですけど、長野は特に地元の方々はとてもなんて言うんでしょう、パワフルに応援してくださるので、こういうような会を持ってまた演劇、演劇というより芝居好きの人たちが増えるといいなというふうに思ってます。久保さん自体、今後の夢といいますか、どんなふうに進めていく。そうですね、やっぱりこのもう一時期多かったこういう野外の芝居とか、テント芝居のようなものが今どんどん減ってきてますし、往年の世代の方々はご存知でしょうけど、若い人たちがねこれを見てまた面白がって、来てくれるといいなというふうに思ってます。楽しみの一つだということなんですね。そうですね、これをきっかけにまたお芝居の面白さとか、そういうものに、みんなが向かっていってくれるといいなというふうに思ってます。わかりました、ぜひ今後長野の後も公演が控えていると思いますけども、頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ明日明後日も頑張ります。乾杯。